彼女がサングラスをしているのは直接目を合わせたものを石に変えるゴーゴンという怪物だから。だが彼女ロデューサが今日誰かと目を合わせなかったのは別の理由だ。出たな怪物。さあドラゴン、その幻の角をよこせ。痛えなお前は。いつもいつもお前だって怪物じゃねえか。お前今なら釣りしろよ。この海には幻の魚がいるんだぜ。ここは怪物の森にある怪物たちがのんびり暮らす村モンストン。おい聞いてるぞ。甘い餌にやられた。またお前かチョバケ。何やってんだよお前海底で。今俺は海底にある幻の財宝を探してんだよ。それより今の甘い餌持ってくれ。こらチョパーケン、あの幻の財宝に手を出したら許さないわよ。あ、落ちてんだから早いもの勝ちだぞ。いい度胸。私と勝負したいのあんた。こわ、誰だい愛しのストロナミさんを困らせるタコ野郎は。無事のメスぞ。おい何俺を釣ろうとしてんだい。幻の魚。魚じゃねえよ、カッパだ。カッパのくせに海に住んでるエロガッパ、勘弁しろ。てめえこそミノタウロスのくせにホルスタインじゃねえか。黙れ、今日こそてめえの頭の幻の皿いただくぞ。やるもんか、命に関わるんだ。それよりおめえのその金棒、幻な一品らしいじゃねえか。取ってみやがれ。うるさいわよあなたたち。幻幻ってあなたたち全員幻獣じゃない。でもよロデューサー、お前この前幻のイヤリングなくしたって泣いてたから、じゃあみんなでもっと珍しいもんやろうぜって。おいおい、バラすな。今日彼女がみんなの目を見ないのは嬉しさと気恥ずかしさと涙を隠すためだった。みんなありがとう。ここはのんびり怪物の村モンストン。